人はどこから来てどこへ行くの？この悠久の螺旋から助け出してくれるのは誰？私を助けてくれるあの人は。まもなく当機は現地時間11時におきましてデザイアに到着いたします。全長2キロほどの島にわずか124人の職員が勤務しているだけ。文字通り秘密の島というわけね。
違うわね。近頃が物騒になったわけじゃないわ。いつの時代も物騒ではない時など一度としてなかった。わからない？今この時代が一番物騒だということ。私はカズミ、あなたは？綺麗な刺繍ね、あなたがやったの？AL ある？ある。一言だけ忠告しておくわ。これから行くデザイアはもっと物騒だということ、心に留めておくことね。今にわかるわ。すぐによ。おい、何部外者が勝手に歩き回ってんだ。それはこっちのセリフだ。お前は誰だ？なんだよ、胸元を指さして。ん？ ALBE アルバート？女みたいなやつだな、刺繍なんてしやがって。俺だろ？俺は知る。
何ボケこいてんだ。シルビアだよ、シルビアブラザー。可愛らしいって言うなよ。そういう風に言われるの俺は嫌いなんだ。何キョロキョロ見回してんだよ。だろ、デザイアで自慢できる場所さ。仕方がないだろ、生まれつきだ。決まる。何行ったり来たりしてんだよ。不気味なやつだな。一体何をやってるんだ。ここは部外者がうろちょろするところじゃない。見ない顔だな。誰だお前は。あ、もしかするとお前今日取材に来る予定の新聞記者？するってと技術主任の恋人？ミス泉のことさ。結構有名だぜ、デザイアじゃ。整備士だよ。ちっちっち、甘いな。ただの整備士じゃないぜ。バカ言ってんじゃないよ、整備士長だ。それがどうしたんだよ。隣の第二格納庫と滑走路を使用すれば計3機までこの飛行場に着陸できるんだぜ。そりゃ大都市の空港なんかに比べれば小さいけど、そこに勝るとも劣らない設備が整ってんだ。ここには泉さんの恋人が一体ここで何をしてるんだ。約束を？あ、今はまだ11時を少し過ぎたぐらいだぜ。機内放送で言ったはずだろ、1時間ほど早く到着するって。能天気な男だな。本当に泉さんの恋人かよ。困る。どういうところって。こういうところさ。聞かせるつもりだったんだろ。イケシャーシャーと言うなよ。まったく
ずいぶんと高顔なやつだな、お前って。まあいいさ、俺はよく知らないぜ。それは…どうする？フォンで泉さんを呼び出すかい？俺はとっくの昔に女を捨ててるんだ。なんか引っかかる言い方だな。泉さんかい？彼女は俺から見ても素敵な人だと思うぜ。なんて言えばいいのかな。清楚で上品な感じがして優しいし、俺が男だったら絶対に放っておかないタイプだよな。誤解しないでくれよ。俺は単に彼女が女らしくって素敵だなってそう思うだけさ。どうする？フォンで泉さんを呼び出すかい？なんか引っかかる言い方だな。俺はとっくの昔に女を捨ててるんだ。今日は見てないな。でも予定時になれば来るんじゃないか？違うさ。まったく、正直言うと俺みたいな整備士は全然知らされてないんだよ。そりゃ雰囲気くらいはわかるけど、俺はできるだけ向こうに行かないようにしてるからな。研究所の方さ、もう格納庫にこもりっぱなし。ちょっとヤバそうな雰囲気だし、この間なんか、その、詳しい話は泉さんにでも聞いてくれ。ったく、あんたの前にいると根掘り葉掘り聞かれそうだな。そうだ、とにかく俺はあれこれ記者の質問に答えられる立場にいないんだよ。ごめん。その代わり飛行機のこととか格納庫に関することであれば何でも聞いてくれよ。どうする？フォンで泉さんを呼び出すかい？よく聞いてくれたな。え？それはないだろう。飛行機のこととか格納庫に関することであれば何でも聞いてくれよ。
飛行機のこととか格納庫に関することであれば何でも聞いてくれよ。でも最近の泉さん大変そうだからな。ああ、近頃教授と何かやり合ってるらしいぜ。あ、いや、泉さんがちょっと愚痴を漏らしてただけで、対立とかそういうのじゃないみたいだよ。ああ、俺が言ったってことは内緒だぜ。よし、まずはこのハイパーカーボンを使用した格納庫の素材だが。おい、あ、なんだい、何でも聞いてくれ。給油装置のパイプラインの処理内容とか全自動に近いメンテナンスとか、もっとこうまともな質問はないのか。そうか。どうする、フォンで泉さんを呼び出すか。俺はとっくの昔に、なんか引っかかる言い方だな。まだ何も言ってないじゃないか。飛行機のこととか格納庫に関することである。泉さんまだ来ないな。だからフォンで泉さんを呼び出そうか。そっか、でも格納庫の中はあまり歩き回らないでくれ。あるのみに何かあったら泉さんに顔向けできないからな。飛行機のこととか格納庫に関することであれば。泉さんまだ来ないな。まだ何も言ってないじゃないか。あまり遠くには。よう、どうしたんだ。泉さんは時間に几帳面だからね。予定時にならないと来ないんじゃないか。ま、諦めな。また格納庫の説明が聞きたくなったのか。断言すんなよ。まだ泉さんは来てないぜ。もうすぐ泉さんが来るんだろ。あまり遠くに行かない方がいいぜ。
やあ、どうしたんだ？もうすぐ泉さんが来るんだろ？あまり遠くに行かない方がいいぜ。
私は私はティーナ。うん、ありがとう。わからないの。わからない。
あら、あなたマクドガルさん。私は。あら、その背中の女の子は？あなたのお子さん？浜辺で？どういうこと？あるわ。